3-2。お米は女だけに声を出して笑ったが、お鉢の蓋を開けて夫の飯をよそいながら、兄さんも随分のんきねと小六の方を向いて半ば夫を弁護するように言った。宗助は細君から茶碗を受け取って一言の弁解もなく食事を始めた。小六も正式に箸を取り上げた。だるまはそれぎり話題に上らなかったが、これが糸口になって三人は飯の済むまで無邪気にのどかな話を続けた。しまいに小六が気を変えて、時に伊藤さんも飛んだことになりましたねと言い出した。宗助は5、6日前、伊藤公暗殺の号外を見た時、お米の働いている台所へ出てきて、おい大変だ、伊藤さんが殺されたと言って手に持った号外をお米のエプロンの上に乗せたなり書斎へ入ったが、その語気から言うとむしろ落ち着いたものであった。あなた大変だっていうくせにちっとも大変らしい声じゃなくてよと、お米が後から冗談半分にわざわざ注意したくらいである。その後日ごとの新聞に伊藤公のことが5、6段ずつ出ないことはないが、宗助はそれに目を通しているんだかいないんだかわからないほど暗殺事件については平気に見えた。夜帰ってきてお米が飯のお給仕をするときなどに、今日も伊藤さんのことが何か出ていてと聞くことがあるが、その時にはうん、だいぶ出ていると答えるくらいだから、夫の隠しの中に畳んである今朝の読み柄を後から出して読んでみないとその日の記事は分からなかった。お米もつまりは夫が帰宅後の会話の材料として伊藤公を引き合いに出すくらいのところだから、宗助が進まない方向へは立って話を引っ張りたくはなかった。それでこの二人の間には号外発行の当日以後、今夜小六がそれを言い出したまでは公には天下を動かしつつある問題も格別の興味を持って迎えられていなかったのである。どうしてまあ殺されたんでしょうと、お米は号外を見た時宗助に聞いたと同じことをまた小六に向かって聞いた。ピストルをポンポン連発したのが命中したんですと小六は正直に答えた。だけどさ、どうしてまあ殺されたんでしょう。小六は要領を得ないような顔をしている。宗助は落ち着いた調子で、やっぱり運命だなと言って茶碗の茶をうまそうに飲んだ。お米はこれでも納得ができなかったと見えて、どうしてまた満州など行ったんでしょうと聞いた。本当になと宗助は腹が張って十分物足りた様子であった。何でもロシアに秘密な用があったんだそうですと小六が真面目な顔をしていった。お米はそう、でも嫌ね殺されちゃと言った。俺みたいな腰弁は殺されちゃ嫌だが、伊藤さんみたいな人はハルピンへ行って殺される方がいいんだよと宗助が初めて調子づいた口を聞いた。あら、なぜ。なぜって、伊藤さんは殺されたから歴史的に偉い人になれるのさ。ただ死んでごらん、こうはいかないよ。なるほど、そんなものかもしれないなと小六は少し感服したようだったが、やがて、とにかく満州だのハルピンだのって物騒なところですね、僕はなんだか危険なような心持ちがしてならないと言った。そりゃあいろんな人が落ち合ってるからね。この時お米は妙な顔をしてこう答えた夫の顔を見た。宗助もそれに気がついたらしく、さあもうお膳を下げたらよかろうと細君を促して、さっきのだるまをまた畳の上から取って人差し指の先へ乗せながら、どうも妙だよ、よくこう調子よくできるものだと思ってねと言っていた。